さんこんにちは、さとです。ももかです。はい、エディオンスタジアムやってきました。イエーイ。今日もサポーターの方にインタビューをしていきたいと思います。広島サポーターの方にはね、おすすめな、ね、グルメの、うん、観光地とかも、ね、聞いていきたいなと思います。では早速インタビューしていきたいと思います。この後試合終わったら観光しようと思ってるんですけど、なんかおすすめのスポットとか、うん、グルメだったりとかはありますか？おすすめのスポット、グルメはカラムっていうつけ麺屋さん。つけ麺屋さん、カラムか、辛い。あ、辛い、辛い、ありますか？ラーメンっていうラーメン屋さんが、ラーメンなんだ、美味しいです。試合が終わったら大体も夕方ぐらいじゃないですか、うん、その後に行くとしたらここおすすめだよとかありますか？でも今から私たちが終わったらお好み食べてラーメン食べてっていう感じがね。あ、やっぱりお好み焼きとラーメンを食べてそうです。お、すごい、すごい。しかも楽しみだから、ね、そうです。結構じゃあ広島来たら、まあ、観光もあれだけどもうグルメ。そうですね、ね、この観光になりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はどういうスタジアムですか？スタジアムで出会ってずっと。結構サポ歴とかは長いんですか？自分が小学4年生だったからで10すごいね。僕は14年シーズン。あ、そうなんですね。2回目に入場した次の年から、まあ、もともとテレビとかで見てたんですけど、まあ、行って応援しないといけないなと思って。でもずっと広島に住んでる。あ、そうですね。はい。小学生の時で、はい、なんか何がきっかけでスタジアム？自分は所属してたサッカーチームで全員で行こうみたいな時に初めて行って、あ、めっちゃ応援とかおもろいなって思って、でそこから親とたまに行くようになって、で大学生で自分のお金とか車ができるようになって、もう毎試合来るみたいな。ご両親は広島のサポーターではないですね。はい。会社がスポンサーなので、その賛同ゲームの時に初めて来て、そこから。はい。僕は見てたんです。あの、疲れてても一生懸命走ってボールをかけることが心があります。自分は4で荒木選手と森島選手と佐々木選手を家族で、はい、それぞれユニフォームを買って応援してます。はい。で今日は4番、自分は4番担当で、嫁が10で、子供が19。家族で、はい。佐々木選手のどういうところが好きですか？佐々木選手は代表だと正直あんまり活躍できてないんで、他のサポーターの方からちょっと敬遠されてる部分あると思うんですけど、広島の試合をずっと見てたらもう安心感が半端ないんですよ。抜かれないし、最後体張るし、あのプレーを代表でもしてもらえたら他のサポーターの2人も認めてもらえると思うので、ちょっと森保さんまた1回呼んでもらえないかなと思ってます。じゃあこの後試合終わった後に私たち観光地を巡ろうみたいな感じなんですけど、試合後に出るようなおすすめのスポットとか
宮島がすぐ近くにあって、さっきツイッターに出てたんですけど、鳥居を今工事してて、でも終わって足場を崩すぞみたいな感じだったんで、工事中の鳥居を見るのは今しかないです。あ逆に確かに何かありますか。僕はあの食べるところが、はいはい、お好み焼き村っていうところが長くあるんですけど、広島駅、そうですね、パルカのパルコの前にあるんですけど、あそこの3階にスイーツっていうお店があって、はいはい、まあパンフレッチェのコンサートじゃないんですけど、応援をして、旗とか写真とか、いろんな選手が来てるので、その応援してくれてるので、まあ、試合がある日は、まあ、アウェイとかの方がバストレバーバーになるので、試合が終わった時にアウェイの方が疲れてて、バッキーアイアイと、このサイドで仲良く。仲良しそう。すごい。ぜひお願いします。ありがとうございました。お願いします。ここで一応伺ってるんですけど、97年、すごい。97年、チームに選手入ってきたんですね。私の生まれた年ですね。すごい。私はもともとサッカーが好きで、で、まあ、あと一応、浦和に住んでて、それで、まあ、今も結婚して何年もたってるんですけど、あの妻が、あの当時のハムハムには、はい、すごい、はい、それが最初、はい、そうです、はい、いいな、好きな選手ですか。全体的に応してるんですし、はい、全員推しない、全員推しない。それなんか今までで印象に残ってる選手というか、過去一この人はなんかすごかったなとか応援したなって選手います。古い地区から、古い地区なので、山田の森下選手が当時はすごい好きで、じゃあお家に6番目みたいな、ユニはないんですけど、まあなんかそれ関係のなんかグッズとかビデオとかそういうのはね、いっぱいありますね。ちなみになんか山田選手もどういうプレーが好きだったとかありますか。あの本当 若手の時から見てたので、だからそのそれこそサイドで献身的に、あの今の秋元みたいになんか考えられないと、パリーさんの前に若い頃よくやってたので、その時にちょっと頑張ってると思って、それで楽しみになって。そうです、そうです、そう、まあいろいろますけど、やっぱり高津谷選手の特にレッズ辞める時のその時のあのあれは本当に涙なしで見られた。もしかしたらね、来年、今年新潟が昇格すれば来年コーチとして。そうですね、ね、そうですね、はい。観光とかは行かれましたか。観光は広島で、まあ、あの原爆ドーム資料館で、はい、食べ物の場合とお好み焼き、今ここでスタグルでね、かき焼きとか、あと今日はサンマ、サンマとかね、すごいね、美味しいで、美味しかったですね。もうね、温泉とかおいしい、時間があれば行くようにはしてますね。はい、いいね、夫婦で、だから絶対勝って、そうですね、はい、はい、いい試合、このね、勝ち点がお土産にできればいいですけど、そうですけど、なんかね、とにかく本当にこう見ててワクワクする。リンセン選手も全然地に入ったので、うん、できればね、活躍してほしいなと思います。そうですね、だからね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、インタビューが終わりました。はい、どうですか。レッドサポの方が、当時付き合ってて、そのまま結婚して今もいるみたいな。そう、夫婦でね、羨ましいな。そう、遠征も行ってるっていうところがすごい、マジで羨ましかった。広島サポーターの方は、グルメとかね、いろいろ聞けて、ね、いろいろね、初めて来たから、あ、こういうのあるんだとか思ったりとか、ね、そう、結構ラーメンも有名なんで、ね、そうそう、ね、それでは試合に行きたいと思います。バイバーイ。